会場として使用されて番組の生放送が行われているグランドプリンスホテル新高菜は起点2015年から第2夜の会場として使用されて番組の生放送が行われているフジテレビ本社 FCG ビル FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で1974年から毎年12月上旬のゴールデンタイムプライムタイムに生 放送されている年末大型音楽番組である。公式な通称は特にないが主に FNS と呼ばれることが多い。FNS 歌謡祭音楽大賞は富士テレビ開局15周年となる1974年に制定された。目的はテレビを通して新しい日本の歌謡曲の方向を定め明日のテレビ文化の創造を目指し制定することとしていた。 日本音楽事業者協会や音楽出版社協会、日本レコード協会が協賛。大会委員長は富士テレビジョン社長。その他副委員長には関西テレビ放送、東海テレビ放送などの代表が務めていた。主に以下の賞が設定されていた。グランプリ受賞者に贈られる賞金は当初100万円であったが、後に500万円までに増額された。 ノミネートについては、視聴者4000人を対象に実施したアンケート調査の結果をもとに選抜された。1974年と1975年については年に2度、上気賞が6月に、下気賞が12月にそれぞれ設けられていた。審査対象期間は、上気賞を前年の12月1日から本年5月31日まで、下気賞を 本年6月1日から11月30日までであり、下半期の決定後に、両者のうちからさらに年間最優秀グランプリを決定していた。第5回から開催は年に一度になる。第14回までは、予選と本選の二部制で放送された。まず12月第1火曜日に予選として、発表。FNS 火曜祭76-77音楽大賞、発表。 FNS 歌謡祭78-85優秀賞と題し、部門別に発表されたノミネート曲の中から優秀新人賞、優秀音楽賞が選考された。12月第3火曜日に本選として決定。FNS 歌謡祭76-77音楽大賞最優秀グランプリ決定。FNS 歌謡祭78-85グランプリと題し、 グランプリ等の最終審査が行われた。第15回からは二部制を廃止し、12月の第1、火曜日に決定。FNS 火曜祭8690グランプリと、大市民放発の試みとして3時間の生、放送枠を取り、ノミネート曲の発表から、最終審査までの模様を一度の中継放送で、一挙に発表する形式に改められた。 放送枠は長らく火曜日の火曜ワイドスペシャルの時間帯で前後の他番組の枠と合わせて放送された。平成に入ると音楽祭受賞に左右されないアーティストが増えヒット曲を出しているにもかかわらずノミネートを辞退するアーティストが続出したことで音楽祭としては成り立たないことから日本歌謡大賞や日本テレビ系列、日本テレビ音楽祭やテレビ朝日系列、 全日本歌謡音楽祭、テレビ、東京系列、メガロポリス歌謡祭等、民放テレビ局主導の音楽賞番組が、次々と姿を消していく中、本番組も、例外ではなく、第19回限りで、コンテスト形式の、FNS 歌謡祭音楽大賞は終了した。この期間の年間最優秀グランプリ受賞回数は、五木博士の3度が最多である。 歴代受賞一覧グランプリ1974年から1975年までは年間最優秀グランプリ1976年から1977年までは最優秀グランプリとして授与された最優秀歌唱賞最優秀新人賞1974年は最優秀ホープ賞として授与された最優秀ヒット賞最優秀視聴者賞 最優秀歌謡音楽賞特別賞第20回から FNS 歌謡祭のタイトルをそのまま踏襲したもののその年を象徴する歌手代表曲を披露するのみとなるコンサート形式に変更された初年度は歴代の最優秀グランプリ受賞者が招かれそれぞれの代表曲を披露した番組構成は当初アーティストが順番に数曲ずつ披露していく形式であったが 第34回からアーティスト同士のコラボレーションが増え、一組のアーティストが入れ替わり立ち替わり何度もステージに立つ形式が定着する。これにより他局の同様の音楽特番との差別化に成功し、20%前後の高視聴率をキープした。また、同年から僕らの音楽司会の草薙強をメイン司会に起用し、一部の年を除いてスマップが トップバッターと大鳥の双方を担当した。放送時間は、第26回からは、非、WSP 及び、サザエん枠の廃止に伴い、放送日が木曜日に変更になった。第32回は、東アジアサッカー選手権放送の都合上1日、繰り上げて、水曜日に放送され、以降定着する。また放送時間もさらに伸びて23時台まで、4時間長の、 放送となる。第39回は、当時水曜日に、レギュラー放送されていた、クイズ、イキサゴン2、跳ねるのと、ビラ、ホンマデッカ、TV、ザ、ベストハウス123などの人気番組の放送休止を避けるため、この年のみ土曜日に放送された。派生番組として、2012年からは、毎年夏に当番組のスタッフが制作する、 FNS 歌の夏祭りが放送開始した。メイン主会者やスタッフ、演出が当番組と共通するなど当番組を意識した姉妹番組である。さらに2016年と2017年は毎年春に FNS 歌の春祭りが放送された。これらに伴い、フジテレビ系列では2019年現在、毎年に番組の大型音楽番組が 放送されている。第44回からは、前年の僕らの音楽放送終了に伴い、草薙が司会を降板し、同年から始まった水曜火要塞 MC の森高千里と渡辺健が抜擢された。さらに、同年から2レーズ方式を採用し、例年通りの演出での放送の1から2週間後に、スタジオライブ方式の第2夜が放送されるようになった。 第48回からは放送開始45周年を機にリニューアル。第47回までの基本的なコンセプトやフォーマットなどはそのままに、司会は森高と渡辺に代わり、相葉正樹と長島由美が抜擢された。2デーズ方式も引き続き採用。番組の進行会場は、グランドプリンスホテル新高菜は、起点を貸し切って設営しており、原則として、 非公開となっている。理由は他局とは一線を画したおごそかかつ豪華で拡張の高い音楽番組を制作するためであるという。一時期はフジテレビクラブ会員が少数招待されていた。会場には両端にステージが2つ向かい合わせに設営される。演奏は両ステージから交互に行われるためアーティストや演奏者のセットチェンジを 向かいのステージの歌唱中に行うことができ、スピーディな放送進行が可能になっている。両ステージ間には、円卓が並べられ、出番の合間のアーティストが着席して観覧している。オープニングは放送開始とともにいきなり1曲目が始まり、司会者の挨拶は、最初の数曲が終了した後に入る。また歌前トークは、原則ないため、司会の出番は、 他の音楽番組と比べて少ない。会場にはアーティストの他に披露される楽曲のタイアップに関連する著名人がゲストで招かれ、幕合に司会とのトークが挟まれる。2デーズの第2夜の放送ではフジテレビ本社 FCG ビルのスタジオ内で一般の観客を入れて行われている。司会者は第1夜と同じでコラボレーションやメドレーが行われるのも第1夜と、 同様である。出演アーティストは、基本、第一夜か、第二夜のどちらかのみに出演するが、一部のアーティストだけ、第一夜と第二夜のどちらも出演して、それぞれ異なる楽曲と、コラボレーションで、パフォーマンスが披露される。歴代トップバッターを取り、世は、予選、本は、本選は、第一夜、は、第二夜を表す。以下、断りのない限りは、 ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯、リアルタイム。関西地区では、関東よりも視聴率が高い傾向がある。以下、2002年からの視聴率データ。ビデオリサーチ調べ、関西地区。1990年より、オーケストラ制度が廃止されたが徐々に生演奏の良さが見直され、2002年頃より小規模ながら復活した。 しかし1989年までのオーケストラの編成の形は取られず、バイオリンのみというのが多い。指揮者も設置されず、2004年以降紹介された楽曲のうち半数がハウスバンドによる生演奏となる。竹部里氏を中心としたバックバンド。以下は2013年以降の出演メンバーである。ありがとうございます。